世界伝道会議は1966年10月から11月4日にベルリンで開催された伝道会議。20世紀のキリスト教において重要な会議と言われている。ベルリンで開催されたのでベルリン世界伝道会議とも言われる。議長はカール・ヘンリー。主要なスピーカーはビリー・グラハム。104カ国から福音派の代表が集まった。日本の福音派からは S o s イチ安藤中氏羽鳥明本田博史三31名が参加した。エキュメニズムでは、福音を宣教せよという主の命令が忘れられているとみなし、エディンバラ宣教会議で、かつて主張された全世界に福音を述べ伝える熱情に変えるように、呼びかけることを目的として開催された。これは、世界教会協議会の教会と、 社会世界会議を意識して、福音派が開いたものであると指摘されている。最終日の11月4日に一つの人類、一つの福音、一つの務めが発表され、規律でもって承認された。福音派の信仰を表す重要な文書であり、ローザンヌ世界伝道会議のローザンヌ制約に受け継がれている。ワールドコングレスオンイヴァンジェリザム、すべての作られたものに、 P23 リベラルか福音派か、P102 裏進む、福音主義キリスト教徒福音派、P211 ありがとうございます。